도시님. 今回っていただいてるのがここの家です。あの引き付けて学生街っていうのを作りたいなって思ってるんですけど、福岡で蒲町に呼びたいなと思ってるんですけど、そのまなんか第一のステップとしてその飲み屋さんを紹介したら学生来てくれるんじゃないかなと思って。学生さんは知ってないっていうのがあると思うんですよ。まあ、だけどこっちもお店側も発信していかなきゃいけないし、 本当のイメージができたら、本当、わかりました。